はい、皆さんこんにちは。プラハでピボです。今日ですね、私ご覧のように旧市街広場にやってきました。今日はですね、チェコの彫刻家のヤロスラフ・ローナという人の作品を、ご紹介したいと思ってます。別にここにあるわけじゃないんですけど、ね、ヤロスラフ・ローナというふうにあります。で、このような彫刻ですね。はい、はい、まずね、1体目見ていただきました、こちらです。これからね、あと何体か、何体見れるかな、ないのもあるかもしれないので、一応ネットでチェックした場所には行ってみるつもりですが、何体かヤロスラフ・ローナの作品をご紹介します。それでは次に行きます。さあ、旧市街広場からですね、少し南の方に歩いて新市街地区にやってまいりました。楽器屋さんですね、ペトロフっていうチェコの有名なピアノのサロンですかね、あそこはペトロフ。そして上の方には B のアルファベット見えるかな、バッチャって言うんですけどね、チェコの靴屋さんです。で、この下もう一体がいるんですよ、ヤロスラフ・ローナの作品です。さあ、ノソロジェツを、ご覧いただいた後はちょっと地下鉄に乗って移動していきます。それでは少しプラハからの中心から離れたところに行きますので、こちらね、お楽しみください。少年行きました。はい、では次行きましょう。はい、パンクラーツね、ここも結構高層ビル群になってるんですけど、ここにねいるらしいんですけど、どうでしょうか。あー、いました、この赤いねキリン、これも、ヤロスラフ・ローナの作品です。これでまた一つ彫刻ね、作品クリアということになります。うわー、でかいですね、これはなかなか。こんな感じですよね、でかいでかい大きな彫刻です。はい、ロストリーというね、地下鉄の駅から、まあ、歩いて500メートルぐらいのところ、この団地の中にあります公園にまた一つヤロスラフ・ローナの作品ですね。またなかなか奇妙なデザインですよね。これも彼の作品の一つです。プラハの中心からだったら北西ですね、プラハロックというところ、最寄り停留所はハドフカーという停留所で、その名前の通りハドフカー公園という公園に来ました。ここにもヤロスラフ・ローナの作品がねあるんですけど、ここ結構ね現代アート的なものが多いんですよね。これがエルニーニョと言います。夜になったら目開けたりしたら怖いですね。ほんと、いきなり目パチッと開いたら結構怖い。しかも頭がこういうね、花壇になってるんですよね。はい、エルニーニョ
ミクロフ、2004年。これミクロフさんっていう人みたいですけどね、ステファン・ミクロフ、書いてました。ミハル・ガブリエルっていう人が作りました、セスタっていう、まあ、旅行って直訳できちゃうんだけど、旅とかね、この手と足がもうそのまま車輪のようになってしまっているという、これはなかなか奇妙なデザインですね。なかなかの背筋ですよね。顔です。映るかな顔で、この公園のね端の方にヤロスラフローナのマリー・マルティアン、まあ、ちっちゃい火星人っていうのかな、それがねあるんです。これはリベレッツというね町にあるイエスチェッツという山のてっぺんにも同じのあるんですけど、泣いちゃってますよ。火星に帰りたいのかな。そうです、これも、ヤロスラフローナの作品です。さあマリー・マルキャーンからですね歩いて離れていくと、一回見上げないと電柱と勘違いしてしまって気づけませんが、上には空飛ぶ飛んでる男がいます。どれくらいの高さかっていうと、この高さですよね。上見上げないと気づきません。さあ確かあったんだよな。あーだけど、あーたった、ありましたありました。これトイトイはお手洗いです。そうここにね、わかるかな、あそこ、この骸骨に、乗っかられてしまっている人、これ象徴的でしたね。それでは、本日のテーマでもありますヤロスラフ・ローナの作品ですね、ご紹介してますけど、最後にしましょう。ちょうどですねユダヤ人街と旧市街の境、そして、キリスト教カトリック、キリスト教プロテスタント、さらにはユダヤ教のシナゴーグが、近くにある場所にヤロスラフ・ローナの作品が作られました。ちなみに、スペインシナゴーグ、建物は新しいんですけど、もともとここに大きな学校というね、学校がありまして、それが取り壊されて、ここに、中はね、非常に綺麗なんですけど、ムーアスタイルの、インテリアのシナゴーグが作られました。その隣にヤロスラフ・ローナの作品があるんですね。それがあちら、フランツ・カフカの彫刻です。これもね、小説から来てるみたいですけど、ここで指さしてるのがフランツ・カフカ。ごめんなさい。そして、フランツ・カフカから、こう、が抜け出しちゃってる感じですよね。このように。小説を読んだことがないので、精神的なものから抜け出したフランツ・カフカがその精神に行けというようなことを言っているのか言っていないのか、そういう彫刻です。
フランツ・カフカっていう名前もあります。まあ、やっぱり日本の方でも一番有名なのは変身かと思うんですけど、朝起きたらグレゴムザムザは虫になっていたっていう話がありますけど、それをイメージしてなのか、この石畳のデザインは虫になっているんですよね。わかりますか？はい、それでは今日はこちらフランツカフカの彫刻のところで、ヤロスラフローナの作品の紹介をおしまいにしたいと思います。この彫刻は2年8ヶ月ほどもかけて作られました。2000年に彫刻の制作が始まって、2003年にやっと除幕式が行われたわけです。はい、フランツカフカですね。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。それでは皆さん、カフカをご覧いただいてさようならしたいと思います。アホーイ。